どうも縄文じいさんです。皆さんにご報告です。念願の単焦点レンズを購入しました。購入したレンズはシグマ 30mmF1.4DCDN です。では開封していきましょう。こちらは保護フィルターですね。こちらは今回のレビューとは関係のないものです。フィルターの変換アダプターですね。カッターを持ってくるのを忘れてしまいました。こちらも今回のレビューとは関係のないものですが、後ほど紹介したいと思います。新商品というわけでもないし、たくさんの方がレビュー動画をアップされているので、細かい説明はほどほどにして、日頃のバンライフ動画にこのレンズを取り入れるとどのような映像が撮れるのかという動画撮影という観点から検証していきたいと思います。一応スペックはこんな感じですね。コンパクトで軽いですね。フルサイズ換算で 45mm です。5D Mark II 時代は出歩くときはカールツワイスの 50mm 単焦点レンズを一番多用していました。スナップ写真を撮るには使いやすい焦点距離だと思いますね。保護フィルター取り付け完了です。変換アダプターも取り付けてみます。これを取り付けると既に持っている ND フィルターを取り付けることができます。サイズがいっぱいあるから使い回しできるケースになってますね。ND フィルターです。日中屋外での動画撮影では ND フィルターは必要不可欠ですが、後ほど暗い場所で使いたいと思います。一旦片付けます。このケースは使いづらいですね。別の収納ケースを探さないといけませんね。こちらは今回のレビューとは関係ないものですが、一応紹介しておきます。スモールリグというメーカーの多用途 U ベースという商品ですね。こちらはホローフォーカスという部品です。マニュアルでピント合わせをする際にフォーカスリングを操作しやすくする部品ですが、飛行機撮影時にズームリングをスムーズに回すのに応用できないか確認するために購入しました。前回の動画でお伝えしましたが、ソニーのズームレンズのズームリングが硬くてスムーズに回らないんですよね。ズームリングを回すのに力が入って、そのせいでカメラがブレてしまってブレブレの映像になってしまいます。飛行機撮影時には致命的な欠陥です。やはり硬すぎて空回りしますね。気を取り直して ZV-10 に取り付けます。サイズ感が絶妙ですね。オブジェにしたくなるくらいバランスが良いですね。いいですね。ずっと触っていたくなります。オートフォーカスの反応を確認してみましょう。キビキビと反応してくれますね。全く問題なしです。画角も確認しましょう。まずはタムロン 11mm の画角です。そして 20mm、 そしてシグマ 30mm です。 Amazon のレビューで開放 F1.4 の解像度が若干甘いというコメントを見つけたので、レンズの特性を確認しておきたいと思います。2倍に拡大して細部を確認したいと思います。矢印の部分に着目しました。F1.8 F2.0 F2.2 F2.5 F2.8 F3.2。 結論から言ってしまいますが、 F3.2 が一番シャープですね。その次が F2.8 だと思います。
しかしながら拡大してじっくり見ないと見分けがつかないレベルなので、動画でもよっぽど大きなテレビで見ない限り見分けがつかないかもしれませんね。全域で使えるレベルだと思います。 F8.0 F9.0 F10 F11 F13 F14 F16 等倍に戻しました。そこからの全画素超解像ズームです。F1.4 に戻しました。手持ち撮影です。レンズ内手ブレ補正がついてないのでブレてしまいますね。最短撮影距離はレンズの先端から14センチから15センチくらいでしょうか。そこからの全画素超解像ズームでこんな感じですね。それにしても APS-C センサーはボケにくいと言われますが、これだけボケれば十分って感じですよね。ちなみにタムロン G120mm F2.8 でもどこまで接近できるかのテストを行っているので、興味のある方は過去動画をご覧ください。画面右上にリンクを貼っておきます。さてここからは普段のバンライフ動画にシグマ単焦点レンズを取り入れてみたいと思います。ずっと以前からブルーの液体を探していました。タイミングよくドンキホーテでこのジュースを見つけました。ついでにピンク色も買ってみました。早速単焦点ならではの絵が撮れましたね。ボケ感が最高ですね。すごく綺麗だと思います。ちなみに動画編集時にカラーグレーディングとビネットで四隅を若干暗くしています。あと光が少し拡散するようなグローというエフェクトをかけています。本当はブラックミストというフィルターを使って撮影段階で光が拡散するようにしたいんですけど、他に余裕ができたら次はブラックミストフィルターを購入したいですね。ラベルを剥がしてみましょう。1本200円ほどしたのでちょっと高い飲み物ですね。さあ ND フィルターの出番です。 ND フィルターは日中の屋外以外にもこういう使い方ができますね。周辺を真っ暗にして光源だけが見えるようにします。飲み物で光を楽しむことができます。ただ今回失敗したと思うのは LED ランタンの光の色を白にするべきでした。青に黄色が混じると緑になってしまいますね。次回撮影する機会があれば白で撮影したいと思います。撮影している時、外は結構強い雨が降っていたので雨音が入っていますね。雨音を楽しむのもなかなか良いものですね。ND フィルターを外しました。こっちのブルーの方が綺麗ですね。さて車中飯を作ります。前々回の動画で冷凍食品のチャーハンを炒めましたが、今回もチャーハンです。ですが今回は少し手を加えたいと思います。僕はラーメン横綱の明太マヨチャーハンが好きなんですね。ドンキホーテで明太子は売ってなかったんですけど、それ以外のところで食べ方を真似したいと思います。
動画編集していて思ったんですけど、ランタンの照明についてももっと考えるべきでした。この時は4つ点灯させているんですが、2つの方がいいですね。4つだと隅々まで明るく撮影できるのですが、説明的な映像になってしまいますね。2つにして、1つは逆光気味に配置して、物の輪郭を浮かび上がらせる役割をさせて、もう1つは手前斜めから光を当てるのが良いかなって思いました。その方が雰囲気を演出できるんじゃないかと思います。後ほどくつろぎタイムでコーヒーミルをそのような照明で撮影しました。良い感じで物撮りができたと思います。ゆったりとした時間を過ごしているように見えるかもしれませんが、実際には撮影している時は大忙しですね。ご覧のように三脚三台体制です。頻繁にカメラを付け替えて単調な映像にならないように心がけています。というか、これからそうしていこうかと考えています。映画を見始めたら撮影は中断するか放置したままにして、本当にくつろぐようにはしていますけどね。夜明けですね。さあ、コーヒータイムです。妹がコーヒーを入れる動画が流行ってるからといってコーヒーセットを一式くれたので、単焦点レンズレビュー動画にはもってこいの素材だと思うので、コーヒーを入れたいと思います。先ほど言った照明2つで撮影した絵ですね。良い雰囲気が出せたと思います。せっかく良い雰囲気だったのに、この場面では照明位置を変えてしまいましたね。次回の動画では照明での演出を追求したいと思います。ブラックミストフィルターも買っちゃおうかな。映像からはお伝えできませんが、コーヒー豆の香りって良いですね。でも正直なところめんどくさいです。以前、カメラというのは全ての人におすすめできる良い趣味だと思いますと言ったことがありますが、これも同じですね。撮影するという行為がめんどくさいこともやってみようという気にさせてくれます。その中からいろいろな気づきや発見がありますね。充実感が湧き出てきます。そして映像美にこだわり出すと、時間の流れがゆっくりになるような気がします。早い流れの中では美しいものに気づきにくいかもしれませんね。意識してゆっくりと物事を見るように心がけたいものです。
さて、日を改めて今度は走行動画です。 F1.4 の明るいレンズなので夜でもノイズを抑えながら明るめに撮影できますね。ただ 35mm 換算で 45mm ともなると路面からの振動が気になりますね。時々ローリングシャッター歪みも発生します。ここからカタリストブラウズでわずかに手ブレ補正をかけてみました。バッチリですね。カタリストブラウズは飛行機撮影では相性が悪くて使えないですが、手持ち撮影や走行動画では威力を発揮してくれますね。カタリストブラウズが使えるということまで含めればソニー ZV-10 はコスパ最強の武力撮影用の一眼ミラーレスカメラということになりますね。今回シグマの単焦点レンズを購入してその位置付けが確信できましたね。ただ僕には飛行機を撮影したいという欲求があるので ZV-10 では物足りないということになりますね。同時に僕が求めているのは非常に高い次元であることにも気づきましたね。かなりハイスペックなカメラじゃないと実現できないですね。ローリングシャッター現象を克服できているカメラ自体が少ないと思います。さて、玉ボケでも遊んでみたいと思います。もう抽象絵画のような世界ですね。対象物をありのままに撮影するという観点が王道かもしれませんが、僕的には自分の感情や感覚を実写の映像を借りて表現できたらなって思っていますね。映像と同じかそれ以上に大事なのが BGM だと思っています。今回はレビュー動画なのでぺちゃくちゃと喋ってしまいましたが、僕の動画はミュージックビデオでもありたいなって思っているので BGM の邪魔にならないようにバンライフ動画ではテロップで進行させる形でいきたいと思います。今後の動画に興味を持っていただける方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。では今回のレビュー動画はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。